阪急阪神東方グループ、阪急阪神ホールディングス、阪急阪神ホールディングス、株式会社は、阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪急阪神武道産、阪急交通社、阪急阪神エクスプレス、阪急阪神ホテルズ及びこれら6社の子会社を、統括する、持ち株会社。阪急阪神東方グループの一翼を担う、阪急阪神ホールディングスグループの中核企業である。 スローガンは、次の喜びを作ろう。本社事務所の所在地は、大阪府大阪市北区柴田1丁目16番1号。陶器町の本店所在地は、大阪府池田市栄町1番1号。代表取締役会長兼グループ CEO は、住和夫。代表取締役社長は、杉山県博。東京支社は、東京都千代田区有楽町1丁目5番2号。 東方ツインタワービル5階。2005年4月1日の持ち株会社化に伴い、阪急電鉄株式会社から阪急ホールディングス株式会社に称号を変更した。持ち株会社化は会社分割によって現在の阪急電鉄株式会社に事業を承継させる手法で行われた。この時点で、阪急電鉄関連企業は、鉄道、不動産、レジャー、 流通事業が阪急電鉄、ホテル事業は阪急ホテルマネジメント、旅行事業は阪急交通車の3社に、それぞれ再編成された。この時、阪急東方グループの名称については、阪急電鉄グループ、阪急百貨店、グループ、東方グループの総称として、その後も継続使用されてきた。また、阪急ホールディングスグループとは解消されず、従前のまま、 阪急電鉄グループと称された。2006年5月30日から阪神電気鉄道株の株式公開買い付けを実施。6月19日に TOB は成立し、阪神電鉄を子会社化。10月1日に株式交換で完全子会社化し、阪急ホールディングスから阪急阪神ホールディングスに称号変更された。これに合わせて阪急東方グループに変えて、 阪急阪神東方グループを誕生させ、阪急東方グループにおける阪急電鉄グループに相当するものに阪神グループを加えたものを、阪急阪神ホールディングスグループとした。2007年10月1日には連結市会社であった阪神百貨店について、阪急百貨店との間で株式交換を実施し、その結果、阪急百貨店も含めて百貨店、 グループ会社と当社との資本関係が強化された。2008年4月1日には、ホテル部門司会社、旅行部門司会社それぞれについて、旧阪急系と旧阪神電鉄系等を統合する会社再編を実施した。2009年4月1日には、神戸市と乗り入れ鉄道会社とで株式持ち分比率の均衡が、図られていた神戸高速鉄道株の、 神戸市保有分のうち15%を取得し、同社設立後に近接して、高速鉄道路線を開設し営業している、神戸市から経営権を取得。同社は連結市会社となっている。2009年11月30日、鉄道車両の部品についての資産計上において、2008年3月期までの3年間で、約5億円の所得隠しを指摘されたことが発覚した。 また、その後2011年にも1億円の所得隠しを指摘されていたことが判明している。2006年1月にプリベチューリッヒ企業再生グループが5.01%の阪急ホールディングス株式を取得し、筆頭株主になっているが、その後出資比率を2.1%まで低下させている。阪急による半身の買収という形態で成立した統合で、 従って統合後も半球側が優位となっているが、社名を含めて通常の九州合併以上に対等性を強調した配慮が行われている。2019年現在、4人の代表取締役のうち2人が半神出身者である。ただし、会長、社長職と社外役員を除く残りの取締役3人は半急出身者が占めている。 中核会社は、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、株式会社阪急阪神交通社ホールディングス、株式会社阪急阪神ホテルズの完全子会社4社であったが、旅行、国際事業の見直しにより、阪急阪神交通社ホールディングスに代わって、株式会社阪急交通社と株式会社、阪急阪神エクスプレスが中核会社となっている。 2018年4月1日からは、当社の子会社となった阪急阪神、不動産株式会社が中核会社に加わった。連結し会社持分法適用会社いずれも連結し会社。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 会社会社持分法適用会社過去の参加し会社。ありがとうございます。